大、はい、の窓です。今回の話題「反日外人また蛮行」「靖国神社を徘徊し日本侮辱の動画配信」もはやここまで似たような事件が頻発しますと犯人である外人のみならず日本の治安・警備体制にも怒りを禁じ得ません今回はこちらのニュースに皆さんと一緒に突っ込んでまいりたいと思います また動画の後半では今私が住んでおりますこちらタイタイでのネットでの似たような事件バンコクの旧王宮城場を訪れた中国人夫婦でありますがなんとこの夫婦がその娘にその場で用を足させたタイでは怒りの声とともに大炎上しておりますのでこちらはタイ人の声と合わせて皆さんにご紹介してまいりたいと思います チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時に X もやっております大楽 YouTube では言えないもっと白いことまで言っておりますのでもしご興味ある方はぜひ合わせてフォローいただければと思いますそれででは今回もですねまず初めに ご支援くださった視聴者様へ一言だけ御礼を差し上げたいと思います今回は、ですねももチャンネルさんどうもありがとうございますコメントもありがとうございますと一言いただいておりますけれども こちらは韓国 K-POP タレントがアメリカで有名じゃないのはしっこめ、罵声を浴びさされた半島ネット大炎上というね、こういうタイトルの動画にお寄せいただきました。まだの方はぜひね、こちらも面白いネタなので、ネタというかまあ事件ですけどもね、こちらも合わせてご覧いただければと思います。それでは早速今回の本題に入ります。 靖国神社ですね。もう皆様もこの回、このニュース、ご存知だと思いますけれども、ですから、なおのことですね、今回は皆さんと一緒に突っ込んで参りたいと思うわけでありますけれども、靖国神社で器物破損事件が発生したという形で、メディアでは報じられました。またかという話ですよね。冒頭にも申し上げましたけれども、本当 日本政府はきょ警察行政ですね、そして警備体制は一体どうなってんだと思うわけでありますけどもな、まあただですね、今回一部の何て言うんでしょうね、専門家ですかよくわかりませんけれども、警察はこれでも、これでも視覚的早く動いた方だとこのようにね、解説する人もいましたけれども、結果逃げられちゃどうしようもねえだろうと。 思いますよね。はい。で、実際に何をやったかと言いますと、中国人の男が石中に落書きと、これまたね、このように、盛んに各メディアが報じているわけでありますが、落書きって、そんな可愛い話ではありませんよね。なぜこのように、なんて言うんでしょう、う矮小化すると言いますかね、物事を小さく収めようとするマスコミなんでしょうか。冗談じゃありませんよね。そんなレベルの話ではねだろうと。 いう話でありますけれども、日本国、日本人に対するこれ、完全なる侮辱、冒涜、敵対行為ということですからね、とにかくそんな犯行の一部始終を自らですね、動画投稿アプリに載せて、そして拡散されたということであります。ですからもう完全に確信犯ですよね。愉快犯といいますかですね、まあ日本に敵対行為も 向けていたんだとは思いますけれども喜んでいるということですね、こういうことをやって、そしてこれを見た向こうの国民も喜んでいるということであります、まあ、この動画配信サイトですから、なんつうんでしょうね、よく分かりませんけれども、向こうでいう、いわゆる TikTok のようなもんでしょうかね、それもどきの動画サイトもあって、そういうところに上げたということだと思いますけれども、正義もへったくりもねだろと。 思いますよね、こんなもんにね。この後を見れば、なぜ正義も説得にもないのかということはわかるわけであります。なんとこともあろうかでありますけれども、日本の神社の席中に赤いスプレーでトイレと書いたわけですよね、この男は。今の日本の子供と比べたってですね、日本の子供おそらくこんな程度の低い、レベルの低いですね、 いたずら、まあ、これこ,ここでは子供の場合はいたずらとなるわけでありますけれども、そんないたずらしねえだろうと思いますけれどもね、まあ、本当にレベルが低い男でありますけれども、だから正義も主張もへったくりもねということであります。では、犯人は一体どんなやつなのかということでありますけれども、犯人はですね、アイアンヘッドですか、まあ、そのように名乗ると。 いう、まあこれ英語読みにした、そういう、まあニックネームなのかよくわかりませんけれども、漢字で読むとですね、まあ向こうの漢字をこっちでね、字引きで敷いて、まあ字引きとは今言いませんけどもね、ネットで調べて、その向こうの漢字をですね、そして読み、あるいは意味を調べると、要するに、鉄頭というね、そういうあた意味になると思いますので、それでイア,ンアイアンヘッドとこういうようにね、 言われているのかもしれませんけれども、とにかく向こうの人間、邪頭だとかですね、豚の頭だとか、まあそんなもんがあるかどうか知りませんが、好きですよね、頭が何なんでしょうね、よくわかりませんけれども、まあそんでもってろくなことをしでかさないとこういう名前をつけてですね、まあそしてこの男ですね、そういう名前を名乗りつつ、一応こんなことものたまったと、 いうことだそうです。日本の汚染水。まあ、向こうはね、汚染水でこのようにね、死亡を中傷するわけでありますけれども、そのように呼ばないと、自分たちの主張が通らないということで、あえてそのように呼んでいるわけでありますけれどもね、それの放出、日本のね、処理水放出に抗議しているというね、こういうことを言っているわけでありますけれども、なんでそれが靖国の神社のですね、石中に、 赤いスプレーでですね、トイレなんて書か,かなきゃいけねえんだということです。だからお前らの主張も減ったくりもねえんだということですけれどもね。まあ、そして何ですか汚染水ですかそれももう聞き飽きましたよね。 彼らの方をこそ基準値の何倍もの毒物、基準値のですよね。日本の、日本のものに対してではなくて、本来の基準値の、それを超えた何倍もの毒物を海に垂れ流してるんだろうと。こういう話です。彼らはそれをすっとぼけて、そして反日でわめく、すり替えてね、日本の方が悪いんだということですり替えて、そしてお足を稼いでいると。 いうのが彼らの言動なわけであります。まあ政府率先してそういうことを言っているわけですから、国民もそれに従うのはしょうがないだろうと思いますけれどもね、それとも本当にこれ何なんでしょうかね、無知でその国民もですね、やっているのかどうなのか、あるいはその、 単に日本バッシングをしたいからなのか、もしかしたら本当に信じてね、日本の汚染水だと、自分たちの国は何も問題やってないんだと、そういうふうにね、信じ込んで、そして日本に対してこういう悪さをするのか、どうなんでしょうかね。まあ、後者だと思いますけど、後者というのはね、本当に知らないでそのようにね、信じ込んでやってるんだと思いますけれども、 そして、石柱に向かって、これ、ほんと、ひどい話ですけれどもね、放尿のそぶりまでやったと、ジェスチャーをしたということです。今時、こんなこと、先ほども言いましたけれども、今時、日本の子供、こんな真似はしませんよね。日本の小さいな子供でさえですね、悪ガキでさえ、こんな下品な真似はしないと。 対楽は思っているわけでありますけれどもどうなんでしょうかね。そして先ほどの通りですね、トイレと赤いスプレーで書いて立ち去ったと逃げたということであります。もうこんなもん解説も減った国もありませんからね。今回はもう対楽皆さんと一緒にガンガン突っ込んでいきたいと思いますけれども、とにかくさっさと捕まえて厳罰に処せと。 いうのが日本国民の思いなんですけれどもね、ただもう逃げてしまったという報道がね、向こうにね、逃げ帰ったという報道もありますが、まあそれが本当に本人なのかどうかもわかりませんし、もしかしたら替え玉でですね、本人はまだ日本に潜伏しているのかもしれないと、こういう話もね、いろいろ、まあ推測としてはいろんなことが言えますけれども、まあただ、 表面上に出ている事実としてはもう逃げ帰ったということになっております。バカバカしい話でありますけれども、一応簡潔にやりますと、落書き犯、まあま、メディアが言うところの落書き犯の動機は正当化できるのかということですよね。これね、できるわけはねえだろうと。 いう話でありますその国の文化財を傷つける犯罪行為ですよね単にそれだけの話でありますそしてその国自体もその国民自体にも名誉を傷つけるとそういう、ね、侮辱罪でありますまた外国人の反日感情に対してはどうなんだということでありますけれどもこれ結局で,す、ね、でたらめな歴史認識と政治的対立が 起こしているだけということで、その反日感情もへったくりもないとそれは作られたもんですからね、向こうの都合のいいように。そういう話であります。その証拠に、英語によるこれね、まあ、いわゆる落書きをしてあると、したということでありますけれども、国際的なこれ結局は注目を集める意図があったということですよね。 チ,チャイナ人であるならば漢字だって書けたわけです。それはね、日本人だって読めるわけですからね。まあ、ちょっとね、言葉が違うのかどうかは知りませんが、いずれにしても日本のトイレはどういう風な漢字を書くかぐらいは向こうの人間だってすぐパッと見調べればわかる話ですからね、書けると。 ただ、わざわざこうしてトイレなどとね、英語で書いたということであります。国際的な注目を集めるということですよね。本人の氏名も先ほど言いましたよね。鉄頭という名前だそうです。そして何ですかこれ3文字の重厚名ですかよくわかりませんけれども、電話番号も、こ,れこういった名前も含めて、 さらには電話番号も判明していると、本人のですね、そして SNS もどこに投稿しているか、そのアカウントも分かっているわけですからね、にもかかわらず、日本国内にいるうちにですね、政府も、まあ、政府というか、まあ、警察ですよね、警察行政も対応できなかったんですよね。すぐに動いたとはいえ。 結局は捕まえられなかったという結果であります。こんな国だと相手に分かればですね、向こうの、ね、人間に分かれば捕まんないよということが分かれば、またですね、うじゃ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 やってきて、同じことをしでかすものがですね、増えるだけだと私は思いますよね。ですからこんな連中をなぜ日本はお客様扱いして観光入国させるのか、その気が知れません。 お客様どころかこの鉄頭含めてですねす、この鉄頭自体もですね、数年前には詐欺で実刑を、これ向こうでだと思いますけれどもね、チャイナ大陸だと思いますが、向こうの方で実刑を受けているそんな前科門、こういうものをよくもまあ日本の入管は調べもせずにデータもなくですね、入国させるもんだと思います。 ということで、ですね結局は取り逃がしてしまったということになってしまったわけでありますけれども、SNS、日本の方ですね、日本の SNS では、美容外科の高須クリニックの高須先生ですよね、79歳になるんですね、もうね、この方、まあよく有名で SN、SNS に登場しますけれども、犯人を捕まえて引き渡した人に、 一千万円の賞金を用意しますと、このようにね、宣言したわけですよね、いち早く。まあ、いち早くの時にはですね、まずは500万と。 言ってらしたわけでありますけれども、それでもまあ足りんというふうに判断したんでしょうか。1000万に途中で引き上げたということがありました。まあこう民間からの声がね、いち早く上がっていたという状況であったわけでありますが、一方政府では事件判明の6月1日から3日後の6月4日になって、ようやくですね、外相ですよね。川上陽子外相 こんなことを言ったと、3日後ですからね、これね、我が国の関係法令に反すると思われる行為を全員助長するような動画が作成され、拡散されるようなことは受け入れられるものではない他人が受け入れられるものではないって、なんでこういう、まあちょっとまだも,もう一言あるみたいなんで、読みますと、外交ルートを通じ、中国政府に事案の発生に対する懸案を証明するとと,ともに、中国国民に現地法令の遵守、 冷静な行動を取るよう注意喚起することを要請したと何を言ってんですかもこれ完全に受け身受け身の言い回しですよね。犯人が逃げ帰った後に、まあ、あと、あとだと退落もね、まあ皆さんと、皆さんもそう思ってらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、入った後にこういうことをですね、 言うと、しかもこのインパクトの弱さ、抗議力の弱さ、こういうね、言葉も、まあ女性だからって言ったってね、まあ外傷ですからね、こういうことを言っているわけですけれども、こういうの世間では犬の逃亡へと、こういうね、こ,ううことになるわけであります。捕まえもできなかったのに、わざわざこんなことやったら余計にですね、これ日本に生ぬるいという印象をですね、与えるだけだと思いますけれどもね、 あ、マッチョロイズはやっぱり日本はとそういうことを喧伝するだけだと思いますけど、むしろ政府から一切発せずですねこ、ここまで及んだらですね、3日経って何も言ってなかったわけですから、捕まえられずにいたわけですから、まあ、ただ警察は動いたと。こういう状況の中でですね、公安も動いたんですかですから、まあ大掛かりな捜査はやったんだとは思いますけど、やってるんだと思いますが、 だったらですね、逆に一切言葉を発せず沈黙を貫らないと方が、向こうに対しては変なですね、圧力がかけられるプレッシャーになると不気味だということもね、まあ本当にね、まあやけに死に水なのかもしれませんけども、そういう部分も私は思いましたけれどもね、どうなんでしょうかね、この辺はね、やっぱり時間が遅れても言うべきは言った方が良かったんでしょうか。 まあ、とにかく今回はですね、まあ、落のね、まあ、予想が外れてくれることを願うにしてもですね、まあ、おそらくこれはもう逃げられて終わった話と、こういうことになるんじゃないでしょうかね。この後ね、一週間、一ヶ月経っても捕まらないんじゃないかなと、私は思いますけれども、皆さんはどうでしょうか。そしてね、この中国人でありますけれども、日本のみならず、実は私が今住んでおります、こちらタイ、タイでも、 ほぼね、同じ時期、最近ですね、とんでもないことをまたしでかしたということです。はい、こちらはですね、タイの王宮、まあ王宮といっても旧白場ですけどもね、今はそこに王様、あの、要は王族はいませんけれども、タイの王宮、まあ観光地でバンコク来ると必ずね、最初に来た人は必ず行くんじゃないでしょうかね。王宮白場、そこに行った中国人の 夫婦ですよね。その両親、まあ両親というからには子供がいるわけでありますけれども、その子供、少女にですね、その場にしゃがんで小弁をさせた、そんな写真がですね、TikTok で拡散されたということであります。まあこれおそらくですね、タイ人が撮ったんだと思います。何をやってんだということで、もうこれはですね、頭きてですね、もうケチョンケチョンにやってやろうという、そんな意思のもとにですね、指南のもとに、 やったんだと思いますけれどもね。そうしてこのマナー違反がネット上でブーツギーをかもすということになったわけであります。まあ向こうはですね、ところ選べないんでしょうかね。あっちの人たちは本当に模様したらもうとにかくその場でしゃがんじゃうということでありますけれども、そういう発想にしか、そういう考えにしか至らないんでしょうかね。我慢するとかしないのレベルではなくて、本当にちょっと、あ、 トイレ行きたいなと思ったら、いきなり下がンダうということですからね。後ろで見守る、ここのね、写真によりますと、後ろで見守る親の背中、その背中にはですね、バックがあるわけでありますけど、バックパックがあって、そこにシャオミーと書いてあると、まあ、もう本当にいかにも典型という感じであります。タイの重要施設のこれ、敷地内でありますからね。重要中の重要ですからね。日本で言えば、まあ、 皇居にはね、今、まあ、陛下おられますけれども、しかしながら、まあ今、こっちのね、王宮広場には王様はいませんけれども、ただね、言ってみれば同じような感じだと思います。そういうところに子供がしゃがんで、証便をするということで、さすがに大政府の観光体育省も、 不適切だということをすぐさまパッとこう言うわけですよね。まあただね結局は親が親だからこういうマナーの悪さはずっと代々受け継がれていくということでもう後を絶たないでしょうね。この子供だってこういうことをやってるわけですからまあこの後もずっと続いてしまうと残念ながらですね。まあそういった意味ではある意味気の毒な人たちと いうことも言えるんじゃないかなと思いますけれども、タイでは王室侮辱は本当にこれ重罪でありますからね。まあ日本もね、大落過去の動画で何度も不敬罪ぐらいはあってもいいんじゃないかと。だって何つったって日本の象徴ですからね。それに対して侮辱をする考えられませんけれどもね。いくらまあ自由な社会だと言ったってですね。まあ本当に何を考えてるかね、今の日本もよくわかりませんけれども、タイは当然重罪と。 まあただもちろんタイにもですね、左の人間はいて物議賛否も時折起こっているわけでありますがしかしながら現存する、まあ、要は不敬罪というもとにおいては重罪なわけでありますネットではまあですから当然、国民もですね、中継を求めると。 いうことで、中国人観光客の無礼な行動に対してですよね。タイでもこれ日常茶飯事、状態化しておりますから、もういい加減にしろという声が上がるわけであります。国民の気持ちはもう本当にこれね、どこも一緒だと思います。今回の靖国にしたって、多くの日本国民は本当にね、諸せというふうにね、思うわけでありますよね。重罪に諸せということですよね。同じだと思います。本音を吐けば、丸系にしてくれと。 こういうこともね、思うわけであります。ということで、では実際ね、今回この事件に対して、タイのネットではどんな反応があったのか、今回も皆さんにシェアしながら、突っ込んで参りたいと思います。はい。まずはね、こんな声でありますけれども、マナーの悪さではもうおなじみ、おなじみってね、タイも、タイの人たちも言っちゃっておりますよね。おなじみのチャイナからの入国者だなと、このようにね、言っております。それから、 中国の都市部からの観光者だとしたら、この子供の家族も裕福かもしれない。まあそうですよね。しかし街のいたところに監視カメラがあろうと彼らは気にせず振る舞う。そんな過程で育つ子供の教育も仕入れていると。 ということで、まあもう本当に親が親ならという先ほど大楽が言った話とね、この人も全く同じことをね、意味合いのことを言っておりますよね。はい、それから何年も前に上海で子供のうんちを踏んじゃったと <laughs> もう冗談じゃありませんよね。まあ、まあ向こうに行っちゃったんならしょうがないと言えばしょうがないですけどね、向こうの国ですからね、何をしようが勝手と言われればそれまでですけれども、これは事実です。 中国では自分の子供をしたいところでどこでもさせる、まるで中国の文化かどうかはわかりませんが、ということでね。いやですね、本当にね、踏んじゃったらもう、せっかく、まあ、これ観光で行ったんでしょうかもわ、うん、かりませんけれども、まあ、あるいはビジネスなのか、どうなんでしょうか。でもあんなとこまで行ってそんなの踏んじゃったらね、本当にたまったもんじゃないですよね。そんな何族も普通のね、替えを持って行ってるわけでもないでしょうしね。 はい。それから、単なる良識の問題と、これ、ま当然の話であります。もう、ここが、基本がなってないから、こういうことになるわけでありますけれども、そして、日本のお店には、タイ語で、万引きは重罪ですという、張り紙をしているところもある、タイ人を差別するのかという人もいるかもしれませんが、全くもって、そんなことはない、ということで、タイ人の中にも、当然ね、日本に行って、その、万引きをするようなね、大馬鹿者もいると。 いうことで、そんなもんはどん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 、まあ、要するにしょっぴいて、罰せればいいと思うわけでありますけれども、ただね、そのお店に限っては大臣ね、心発したのかもしれませんよね。何件かそういう万引き事件が続いたのかもしれません。ですから当然、介護でそこに張り出すというのは当然なわけですよね。で、この大臣もそうなりゃそうなるだろうと。 いうことは言っているわけであります。はい。そして、確かにこれは中国人の行為ですね。もうだから先ほども言った通り、タイではもうすっかり、タイでもですけれどもね、おなじみなんですよね。もう今回、この事件のみならず、対楽の過去の動画でもたくさんやっております。もうおそらく数えたら10本じゃ聞かないかもしれませんよね。こういった話題を取り上げた動画は。ですからもう本当におなじみ、迷惑行為はタイでもお馴染みということで、 例えば、白いものになりますと、タイの鉄道ですよね。これ確かた、過去の退楽の動画でやりましたけれども、電車の中で大人がですね、大人の女性がいきなり車通路にですねしゃがみ込んでしちゃうと、こういうのもありましたからね、とんでもない本当にニュースですけれども、これ実際のことですからね。はい、そしてトイレの看板が見当たらないから、 そこでしたという言い訳をしているようですが、今回の応急ですよね。そこ、応急です。誰がそんな場所にデカデカとトイレの案内板など出しますか中国人も自分だったらどうなのか想像できないのでしょうかということでね、例えば向こうのね、文化財があるそういうね、知れの中でデカデカ、ああ、でも向こうだと逆にね、構わずトイレとこうう看板出すのかもしれませんけれどもね、よくわかりませんが。 ただね、自分たちだって、自分たちのことに置き換えて考えてみろというのはこのタイ人のね、意見でありますけれども、それから、いいえ、実際にはそこから数本のところにトイレはありました。まあ、 有名な場所だしですね。あの写真が上がっているくらいですから、もう場所はすぐ、私でも、あ、あの辺だなってすぐわかりますし、大体タイ人であれば当然特定できるということで覚えてるわけですよね。そこから数歩のところにトイレはありました。トイレの案内がないからそこでするなど言い訳になりませんと。こういう意見。そして、中国では9割以上の人にとってはこの行為も普通のことでしょう。 国際社会に通用するマナーを身につけているのは残りの1割だけというこんな意見。はい。それからビザなし観光誘致。質ではなく量だけを重視するからこういうことになると。怒ってますね。大臣もね、じゃんじゃかじゃんじゃか観光誘致でね、観光収益で呼べゃいいってもんじゃねえと。こういうことをね。 タイ人も嘆いているわけでありますけれども、これ、この意見、今の日本国民の不満と全く同じですよね。もう呼ぶんじゃねえという意見もね、多いんじゃないかなと思いますけれども、それから、 中国や台湾はみんなこんな感じ。はい。これに反論がありますよね。これ、中国と台湾同じだって言っちゃってますからね。これに反論がガンガン来てますけれども、その、ちょっとね、ずっとこれね、長いスレッドになっちゃったんで、ここからは。一部だけ読みますと、いいえ、台湾人はこんなんじゃありません。全く違います。彼らは、 台湾という国で行儀も規律も身につけています。というね、こういう意見。それから、中国人と台湾人は違います。一緒にしないで。台湾人の彼女がいるから、台湾人の性格をよく知っています。というね、こういう意見。そしてもう一つ。台湾人は日本人とよく似ていると思う。彼らは行儀もよく、規律正しい。中国大陸とは違いますよと。と というね、こんな意見もあります。はい、それから次。プーケットで有名なレストランに行った時のこと、中国人観光客が店内の禁煙の看板を無視してタバコを吸い出したので、追い出されてしまった。 一体彼らの脳ミスはどこについているのでしょうかということでね。本当に何を考え、僕は、これね、店員が言ったって一応まずは聞きませんからね、彼ら。私もぜそういう現場に何度も出くわしてますけども、最初言ったってすっとぼける。まずはね、言葉わかんないふりしたりですね、あるいは全然聞いてないふりしたりですね、すっとぼけでやめませんからね、奴ら。本当に頭きますけれども、見ていても。はい、そして、その人の背中を見ればその国民の真意がわかる。 はい、それから、飛行機の中でもです。通路の真ん中に子供が座って、機内に匂いが充満するほどでしたが、親はそれを平気でさせていました。うわ、いや、ですね。これね、聞いただけで気持ち悪く。私ね、結構そういう汚いとかそういうのは苦手なもんでですね、ほんと聞いただけで気分が悪くなってきますけれども、それから、タイのショッピングモールのトイレにも中国人がよく入ってきます。ドアを閉めないで用を足している人。 用を足した後に水を流さない人、白く汚して帰る人、タイのトイレは定期的に清掃員が回って掃除をしています。まずはあなたのうちのトイレもタイの公衆トイレと同じ程度には保ってみましょうということでね、やってみようと、こういうことをね、タイ人に言われておりますけれども。そして最後ね、最後のこれ意見極めつけですけれども、こんなのもありました。 白いドレスを着た中国人女性がワットポーのネハンゾーの足元でしゃがんでおしっこをしていた。ワットポーのネハンゾーね、お、どーんと大きいのは寝ているね、あの仏様がいますけども大きな足がありますよね。あの足の下 <laughs>、ししゃがんでやってたということですか。本当なんでしょうかねって。本当にね、ちょっと私でさえ疑っちゃうぐらいですけども実際そうなんでしょうね。 タイ人女性がそんなところでやめなさいと叫びました。怒りますよね。それはね。タイ人がね、もう本当に国宝級の文化祭としては崇めてるところですからね。しかし、その中国人女性は笑いながら用を済ませました。なんという神経の持ち主。彼らはどこだろうと犬のように用を足します。 ということでですね、本当に、まあ、ある意味ですけれども、ある意味、日本以上にね、タイは、まあ、そんだけ環境客が来てますしね、ある意味、日本以上に市街をこむっているのかもしれませんし、また逆にですね、今言ったような、タイ人がね、挙げたような例だったら、日本だっていくらでもあるよと。 いう話なのかもしれませんけれどもね、まあぜひコメントでそういう話があれば、大楽もね、知りませんから、細かいところまでは、ぜひ教えていただきたいと思いますけれども、最後に今回もね、ちょっとね、タイのことわざ、格言、言い回しで終わりたいと思います。今回の話にちなんでですね、ちょっとね、関連する、連想するような言葉ですけれども、虎の子は虎を殺すと。 ということでこれはですね外国人がタイの伝統を軽んじマナー違反をする行為はその人の育ちや教育そのものであるなんていうねそういういことを言いたいときにもこういった言い回しを使うということだそうですそれからゴミ捨て場で財宝を探す。 これは場所を間違えると良いものも見つからないということで外国人が宗教施設のような尊い場所で無作法な行為をするのは間違いだとせっかくそんなところに行ったってしょうがないということですよね、要するにそんな人たちがどんな立派な名所に巡ったところでその価値は見いだせない端的に言えば来るんじゃねえってことですねともう1つ。 四つ足の動物でさえ過ちを犯すことがあり、まあ、これは、ね、四つ足の動物の過ちを犯すすなわちですね間違えちゃったと自覚するという意味も含まれてますよね。であり賢者でさえ失敗することがあると。 こういう言い回しでありますけれども、これはですね誰でも間違いを犯すことがあるが、その誤りを認識し、修正することが大切であるという教訓ですよね、ですから反対を返せば、彼らはよその国に来てマナー違反をずっとして、一向に治る気配がないと、全く反省しないと、こういうことを言、ね、うのに当てはめられる言い回しだということであります。 とということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録そして今回も皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ